今ホイッスルがなされました。ヴァンフォーレ甲府対湘南ベルマーレ、前半キックオフです。前半左応援度に右に攻めるのがホーム、青いユニフォームのヴァンフォーレ。極的にプレスをかけて非常にコンパクトを保ってますからね、はい、さあ裏を抜けた、そこでさあクイーパーと1対1、さあふわっと浮かすボール、ルーズボール決まりました。先制したのは湘南ベルマーレ、決めたのは18番阿部義郎。前半6分です。今シーズン4得点目となりました阿部義郎。まあ前がかりになっていた甲府の守備に対して今一気に縦のボール、そして裏をついた形になりましたね。そうですね、もう本当一瞬だったんですけどね、はい、このシーンです。縦の長いボールから19番の池畑がつこうとしたんですが空振りです。その裏をついた阿部義郎が落ち着いて飛び出した桜井をかわしてゴールネットを揺らしていきました。いや本当に阿部冷静に群れで受けました。ペナルティーエリア内、ここは池畑がしっかりとマークしているが、さあこれをかわしてシュート、さらに右のサイド、今度は石原がボールを追いかけます。湘南の時間帯続く、後ろ下げてシュート、決まった、ミドルシュート、右手を上げました。決めたのは田村優三。前半32分、湘南ベルマーでリードを広げます。塚田さんも今おーという声が飛び出しましたが、いやー素晴らしくいいゴールですね。湘南の菅野監督も思わず拍手飛び出しました、はい、今見てて何回かの湘南の方が、まあ、最終的にはゴールいったんですけどね、はい、甲府とこう湘南の違いというとやはりボール回しをしながらゴールへ行くイメージですよね、はい、湘南の方は今後ろを通り過ぎていきました。さあ今度は湘南の攻撃です。アジエル、アジエル、アジエルからリンコ、リンコ、リンコ、決まった、ダメ押しと言ってもいいかもしれません。後半38分、それを見つめる甲府の安間監督、あの湘南のコンビネーションも素晴らしかったですね。いや本当素晴らしかったですね、はい、やはりボール持った選手に対して2人3人が仕掛ける動き、うん、ですから結局アジエル選手は自分がシュートを打つモーションもできるし、結局ああやってディフェンダーを引きつけてリンコンに、ね、出せるわけですよね、はい、そうですね、アジエルが引きつけてリンコンが決めていきました、まあ、先ほど途中出場したばかりのリンコンですが、まあ、アジエル選手とまあ、コンビもバッチリ合ってましたよね。いやその、ね、流れをなお先ほどですね、今日のさあリンコン3点目を入れてリンコンがボールを持っています。ゆっくりとボールを見てパスの出所、さあ左足シュート、決まった、リンコン2点目、そして湘南は今日4点目です。湘南のサポーターもやんややんやの大歓声を上げています。いやこれはちょっと今ヴァンフォーレのキーパーの桜井選手もやはりね、はい、あれはキーパーの責任というよりも、もう完全にこう立ってますけど、この前ですよね。そうですね、うわゴールの右隅です。今日の試合ここで長いホイッスルが鳴りました。J リーグディビジョン2第23節ヴァンフォーレ甲府対湘南ベルマーレの一戦、4対0で湘南ベルマーレが大勝しました。背番号10番のアジエル今日も活躍しました。塚田さん、はい、まず湘南ベルマーレ、もうこの上ないいい試合ができたんじゃないでしょうかね。そうですね、もうほぼ完勝に近いゲームでしょうね、はい、うん、まあ、当然ね、いろんな課題っていうのは勝ったゲームの中にもありますけれども、はい、やはり自分たちがこうゲームプランを立てて、でそれがこういう、まあ、4対0というスコアで勝ってたっていうことは非常にこう、はい、達成感があるゲームだったですね。